はい、どうもショータイムゴルフの勝也と関東翔太だ。は、うん、サムズアップ東京、はい、相模原です。いや、どうも俺さ、やっぱりほどきが全然治んなくて。なるほどね。治したいし、治したいから、はい、じゃあちょっと関にレッスンしてもらおうかな。そうだね、うん、そうだね、そうそうそう、じゃあレッスンしよう。そうしよう。久しぶりのレッスン。10年ぶりぐらいの。じゃあ、うん、距離をアップ、飛距離アップと、やっぱ、うん、しっかりためを作る。ためを作る。ダウンブローに持っていく。お願いします。やろう。はい。はい。7番や。7番。まず普通に打って。じゃあ普通に打ちます。うん。だいぶ良くなったな。よし。どう？まだ振った。まだ振った。まあいつも通り、165くらいですね。ちょっと飛ばなすぎるよ、ね、ヘッドスピードの割に。そうね。ちょっと。構えて、はい、おー、これで右手上から握る。そうで、右手はそれに合わせて下から握ってもいい、うん、こう。そう、いいよいいよいいよ。で、スタンスは変わらない？うん、いつもと同じ。あの、だいぶ矯正された、最近。あ、そう。でも、すげえ引っ掛けそう。うん、それでインサイドアウト。インサイドアウト、うん、ダブんないから。うん、完璧。マンチしてるけど173飛んだ。鬼チーピン。え、これショートから見たらスクエア、フック、フックに逃げてるよ、ね、うん、あのさ、別にクラブってさ、うん、そうそう、こうやるとさ傾くじゃん、フェースが、うん、こうやって、うん、これ反対側でバランス取ろうとするとこんな感じになるでしょ、うん、それで逃げるの親指を。なんでそうしなきゃいけないかっていうと、金槌とか叩くときにこうやって親指が進行方向の反対側にある。あ、これが一番力入る。金槌こうやって叩かないでしょ。確かに。こうやって親指横にしないじゃん。だから斜めに入ってくるわけじゃん、クラブって。それに対して一番力が入るところの反対側に親指がある。進行方向、このヘッドの進む方向の進行方向の反対側に親指があるのが理想なの。そんな感じで握ってたのか。そうだよ、こんなで握ってたの。うん、かっちゃんこうだもん。えぐ、俺こうだね。で、進行方向に対したらこう来ちゃってるってこと、うん、だからこうやって押してることなの、うん、だから進行方向ってクラブ斜めから入ってくるでしょ、こうやって。そうするとフェースがこう立ってこう入ってくるわけじゃん。その反対側で一番力入るところっていったら親指がこの位置の、この完成モーメントのこの角度に合わせてストレートに握る。これが正しいグリップだから。じゃあそのフックに見えるけど別にそれはフックではない。そう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 。だいたい、だいたい合わせるんだ。普通に握って、普通に握るとこんな感じ、うん、これぐらい、これぐらい、そう、これ、これで合ってる。これね、これが一番力が入って飛ばせるグリップ。こう、そう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 。昔は、昔はこう、こんな感じ、うん、で今はこう。そう、それぐらい、それぐらい。そう。ああ、でもだいぶフックに感じるわ。で、それで、うん、アイアンってダウンブローに打つでしょ、うん、だからボールの大体1個ぐらい先でインパクトしたよ、はいはい、だからその位置でグリップ、ボールの先でグリップ。そう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 、アイアンはだいぶハンドファースト。そう、いやー、打ってそうだな。で、それでスライスをビビらずに、うん、どんどん右に出してる。右に打ち出す。ダフんないから、そのグリップなら。どこに当たってるんだよ。シャンクじゃん。シャンクじゃん。ちょっと待って、いや、すげえ握りが全然違うから。まあ、それそうだよ。こんくらい前にして、どう？そう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 、もう少しだけ親指、ああ、オッケーオッケーオッケー、こう、うん、で、ダフんの気にしないでダウンブローに。そう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 、そういう感じよ。あ、でもなんか捕まる感じはする、うん、絶対に5ヤード伸びた。絶対に捕まるから右に出し続けて。右に出し続けます、うん、ちょっとしばらく、うんうん、絶対に捕まるから。スライスを恐れないで、とにかくスライスを恐れない。右に全部OB打ってもいい。入っていってんじゃない。悪くない。で、それともう一つアドレスね、構えるじゃん、はい、そのままね。これ結構みんなあるんだ。後ろ立ってる。どう？めっちゃオープンだ。だよね。
オープンなの？すげえオープンに構えてる。クローズに立つ分には修正つくの。でもオープンに立つ分には修正がつかない。インサイドから入らなくて。なるほど。全部カット軌道になったから。じゃあ、スクエア。そう、スクエアに。このくらい？もう少し右足で。オッケーオッケーオッケー。そう。で、クラブのグリップエンドをボール1個前出して、うん、そう、左手をしっかり上から握る。左手を上から握って、うん、右は下から、うん、うわぁちょっと気持ち悪いだろうけど、それで慣れてる。そう、オッケーオッケーオッケー。それでいい。もういいじゃん。でも177。それでいいんだよ。お、すげぇ。10ヤード伸びた。これが本来のポテンシャルの飛距離。すごいね。マジで。そう。7番で177出るの。だから大体一番手ぐらい損してる。変わりました。アタックアングルでダウンブローに入ってるんですよ。ダウンブローに入ってる。要は今までよりグリップエンドが左側にあるから、うん、そこが構えた位置がインパクトだと思う。なるほどね。いつもだからハンドレイトに構えてる。ハンドレイトにインパクトしてるんじゃなくて、ハンドレイトに構えてるから、確かに。そこに向かって、お元に戻そうとするわけよ、体は。だからしっかりフックに握って、ハンドファーストに構えて、そう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 。いいね。ちょっとフックだね。これでももうちょっと右に出せるようになったら、そう。おお、だいぶダウンブローじゃん、でも。うん、マイナス6点が、だいぶいいね。すげえ。で、これ、ちょっと鋭角に入ってんだ、アウトが。でも、インから入れても、今のグリップなら絶対ダウンブローに入るから、だから、インサイドから入れても今までよりダウンブローに入る。そうなの。そう、だから、本当にスライスを恐れないで。恐れないで、右に。そう、もう何ならしたいな。右のネットにボール当てちゃうぐらいでもいい。それぐらいインサイドから入れて。とにかく、もう少しだけ右足引いて。右足引いて。そう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 。じゃあもう、イメージ、自分ではもうクローズに構えてるくらい、うん、いや、それでまっすぐなの。これで真っ直ぐ。そう。で、そのグリップで、はい、右手は左手に沿って下から握って、下から沿って、とにかく右に振ってくる。右にボールを出して思いっきり。そう、素晴らしい。おお、180。思いっきりインに入れたけど、アタックアングルマイナスじゃん。ああ、ダフって。ああ、今のグリップはインから入れても右に行かないし、ダフらない。だからこれを続けると、この距離をコンスタントに出せる。じゃあ翔太に勝てちゃう。勝てるから。ねえ、それはないの。飛ばないもん。飛ぶわ。飛ばねえか。飛ぶわ。あれ出した。どう、こんな感じ。うん、すごくね。じゃあドライバーもちょっと。ドライバーもやる。ドライバーこれでも結構あれかも。終わり。もっとすごい、ね、今のいいね。そう、今のいい。フィニッシュ持ってってもう一回、うん、これ繰り返して、とにかく成功するまで続けて。 1.4 発で、まあ、めっちゃいいじゃん。そう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 。